コソボ鉄道の貨物列車コソボ鉄道の旅客列車コソボ鉄道はコソボの国有鉄道会社であるコソボに最初の鉄道が敷かれたのはオスマン帝国支配下でユダヤ人実業家モーリス・ヒルシュが率いるオリエンタル鉄道会社によるものであったテッサロニキから始まった鉄道は北のスコピエを通り1873年にミトロビツァ コソブスカ・ミトロビツァに到達した。コソボ紛争以前は、ユーゴスラビア鉄道やセルビア鉄道によって運行されていたが、現在のコソボ鉄道は1999年に国際連合コソボ暫定行政ミッションによって設立された組織である。設立当初は国際安全保障部隊の兵士によって運行されていたが、 2000年より民間人の手により運行を開始した。コソボ鉄道は現在4 3 0トルが営業されており、そのうち3 3 3トルは客貨両用で、9 7トルは貨物のみの運用となっている。非電化の路線で構成されており、路線網の元となる二路線は、フシェコソバ、コソボポリエで交差する。幹線は、 セルビア西部のクラリエボから、ミトロビサと、フシェコソバを経由し、マケドニア共和国の首都スコピエへ向かう路線で、支線は、東西方向で、セルビア南部の西から、コソボの首都プリシュティナとフシェコソバを経由するものと、ペア、ペーチとプリズレニア向かう路線である。プリシュティナから、ペアと、フシェコソバからマケドニアへ向かう路線では、旅客列車が運行されている。 その他の路線では時々、貨物列車が運行される。フシェコソバ、カストリオティ、オビリチカンのような旧市路線も存在する。プリズレンから国境を越え、アルバニア鉄道と接続させる計画もあるが、現在では、構想に止まる。コソボ鉄道では、他の欧州諸国の中古車両が多く使われ、普通列車、フリーダム・オブ・ムーブメント。 インターシティの3種類の旅客サービスが提供されている。通常、列車は SJAB で使用されていた Y1 機動車や、ノルウェー国鉄 D3 ディーゼル機関車牽引による SJAB の中古客車が運行され、インターシティは D3 ディーゼル機関車牽引による SJAB の中古客車と、マケドニア鉄道の客車で運行されている。プリシュティナ・ペアカンは、 毎日に往復の普通列車が運行され、列車はペアで退泊する。片道2時間近くを要する。ポリエとマケドニア共和国との国境に近いハニー・エレジとジェネラル・ヤンコビチではフリーダム・オブ・ムーブメントと普通列車が各一往復ずつ運行されている。インターシティはプリシュティマからフシェ・コソバを経由しスコピエまで一往復運行され、コソボにとっては 唯一の国際列車である。フシェ・コソバからハニー・エレジトまでは1時間30分程度を要する。2008年3月までフリーダム・オブ・ムーブメントに往復がフシェ・コソバ列車区間で運行されていたが、セルビア側との問題により中止されており、一方でコソボ北部のズベチャンから列車区間はセルビア鉄道によって運行されている。 天然資源が豊富なコソボでは原材料の輸送にとって重要な役割を果たしている。主に石炭やニッケル等が輸送されている。ありがとうございます。